モテそうじゃん2人なんか来ないんですよねそうだってお笑いの中ではさ、うん、ハンサムな方じゃんいやだと思ってるんですけど、うん、だこんな話をしすぎるんですよねカメラ回ってるの、うん、だから来ないんやろなって最近気づいちゃいましたそうです、ね、しょっちゅう2人のラジオでこんな話してるんで、うん、あじゃあ例えばさ、うん、誰でも今付き合えるって言ったらいや全然ちゃうじゃないですか企画変わってるじゃないですか誰でも付き合えるなら付き合いたいランキングそうそうそううーんまあちょっとベターですけど、うん、吉岡里帆ああいいわなコメントがすっごいのさんまさんのあの正月の玉尾さんと出てるやつなんだっけなあ夢叶える夢叶えてるんだよ、はいはい、ゲストに来たのよ、はい、もういろんな部位のさ、はい、終わった後のコメントが完璧なんだよあうまいんだびっくりしてそんなのできちゃうそのイメージはあんまなかったんです、ね、さんまさんがそんなうまくなくていいって言ってたからダメ出ししてたからうますぎるとダメそう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 結婚してるのももうありにしてもらっていいあいいよいいよもちろん俺だほんまこの間一緒仕事したんですけど、うん、俺バレエの木村沙織選手結構好きやったんですよ木村沙織さん可愛かったね素敵だよで本当一昨日か3日ぐらい前にアナウンサーの方もいるで4人で YouTube でバレエ見るみたいな企画、うんの時にすっごい好きになっちゃいましたなんかアスリート特有の圧がないんですよマジのほわーんとしてて、で結構バレエ時代の話とか聞いたりするんですけど、なんか本当この人天才なのかなっていうなんか血の滲むような努力してきましたみたいな必要以上に自分でかく見せる感じも全くなくてもうナチュラルにずっとバレエの話してるんですよでもこうめっちゃ可愛いわこの人って可愛いかわいいよね初めてそういう女性の有名人自分からインスタフォローしましたあやったでフォロー返ってきてもう好きになっちゃいそうになって、うん、これ以上言ったら危ない危ない結婚したけど危ないです俺は木村沙織さんは、はい、もう大谷の嫁さん候補だったんだよああ俺の中でのめちゃくちゃビッグカップルですねそうだってさ186あるからはいだって全日本のエースだからね17歳からエースだよ、ね、すごいで運動神経いいでしょ、はい、で可愛いでしょ文句ないよ確かにでも旦那さんもとんでもないアスリート生まれる190ぐらいあるんですよそうそうそう今の旦那さん旦那さんもねバレーの選手なんでビーチバレーそうそうそう、はい、調べましたもん全部そうそうそう旦那のことも俺もアスリート好きだよアスリート好きですかアスリート大好きだから俺世界陸上とか見てさ、うん、東京オリンピック7種で優勝した人とかさ付き合いたいよね17歳ぐらいに戻って勝負したいねわかりますわだから、まあ、バラエティとかで共演する女性なんかもすごい素敵やし、うん、ええー、なと思うんですけどなんかそういう特殊な才能ある人にちょっと好きなんかなって俺思ってきました、うん、それでさ一つの道をさ、はい、こう道を目指してるじゃないだから柔道とか剣道とかも道って書くからさでもアスリートもさ、まあ、習字でもそうだけど芸道もそうだけどさ道をさまっすぐ行ってる人そうなんですよねかっこいいんですよねそう俺今ねちょっと好きなのはね女子卓球のね長崎さんっていう二十歳の今ね今頑張ってる子頑張ってそうそうめちゃめちゃ可愛いですよね可愛いなもうあの子のウェアとか選択してあげたいや全然気持ち悪いですよギリギリとかじゃなくていやラバーとか取っかえてあげたいそれはいいですそれはいいです確かにアスリートって確かにななかなかこうお会いする機会がないからそうちょっと確かに知らない世界だな小説家とか漫画家さんとかなんかそのあそういう人がええなってちょっと思いますねそういう才能ある系の人だからあの女優は美人じゃない自分が、はい、だから相手に美しさを求めないんでいいんだって遺伝子を持ってるからだから才能なんだだから監督とかさそういう人と結婚するでしょなるほどなるほどそういうことかそうアスリートやっぱアスリート同士多いっすねやっぱりね理解し合えるらしいのよ。アスリートじゃないと分かんない部分があるらしいんですよ。絶対そうですよね。うん、そうですよ。だからあの陸上のね、なんしたっけなあの日本の短距離界の人がね、今アーティスティックスイミングって言うんだっけ？はい。ね、あうん、昔ではシンクロの、はい、シンクロのあの方と結婚したのよ。うん。そうするとその奥さんがテレビに出てたわけ。うん。うちの主人はね、大会前になるとね、ピリ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 してね、もう。うんすっごいんですってもう、はいはい、もう話しかけられなくて、はい、でねで自分はそれが分かるんだって、はい、自分もやってたから、う
だから競技終わったら覚えてろよと思いながら耐えてますって。あこれが分かんない人だとその時でもダメになっちゃうけど、まあまあ、なるほど、うん、完全にサポートする形か、そう分かり合うかというか、そうそうそう、怖かったやつですよ、ランキングは。ランキング怖かった人、ちょっと女の子の話も怖かった人怖かった怖かった、ガチの。だからで僕ら番組 U-NEXT でやらせてもらって、ええ、俺がたまたまそので、はい、出てなかったんですよ、はい、あの体調崩して、これはまずいですね。で、こいつだけが出てスタジオで実際に聞いた話なんですけど、あのアイドルの方な、まあ、ある、本当怖い話だよ。 P 入れ、 P 入れ、 P 入れてるんです。いいよいいよ。小坂由香さんっていうグラビアアイドル覚えてますかね。2008年ぐらい太っちゃった人と、そう、あの人が、まあまあ、占い師の友達がおって、うんうん、その人にもう言ってて、俺そう、お前占ったと思う、俺いないからな、そういう人めちゃめちゃ洗脳されてたんですよ、うん、で、あの人が引退になったきっかけが、男の俳優さんとその人の宅飲みみたいなのを週刊誌に撮られてるんですよ、うん、で、なんか細かい説明は忘れたんですけど、なんかその占い師の人になんか言われたタイミングのところを撮られてて、うん、多分この占い師と週刊誌はもう手組んではめてんすよ。あで、それで引退して、その関根さんが今おっしゃった太ったっていうのも、引退した後もずっともうどこのご飯とか行くにもその奴隷みたいな感じでついてってて、もう飯ついてくるこいつは食わえへんみたいな、でずっと喋っててもこっちもずっとこんなんなってるみたいな関係性だったんです、引退した後。で、私どうしたらいいですかねみたいな時も、いやじゃああの人は今みたいな感じで激太りしたらあの今こんなになってるよみたいなのに出れるんじゃないとか言われて、はいとか言って、それで太ってまた出たり、あ、そうだった、そうしてるみたいな。でもあの人だけはもう今も許せないですし、もうめちゃめちゃ私は怖かったんですみたいな。でも解けたんだ、洗脳解けたらしいです、どっかのタイミングで。なんでやったかちょっと忘れたんですけど、うわ、行くからその中で選定するわけだ、うん、あの、あ、この子行けるとか、そうそうそう、その占い師の人は多分なんか本当に怖い人です。うわ、嫌だな。だ、洗脳されてたっていう、その方が、いや洗脳師っているんだよな、いや、そういうのな、あれは、あの、うん、もうこれはもう公になってるしさ、うん、え、辺見麻里さんもあのしくじり先生で話したけどさ、うん、やっぱり洗脳されてさ、うん、もう大変だったって言うんだから、はあ、もうなんかさっきまであんな楽しい話してすいません、できます、恐ろしい。それ美人伝っていうUNEXTの番組に、あの詳しくは、はい、UNEXTから、いやいや、そこ詳しくは出てないよ、この間は。あ、そうよ、もうそこはもう丸々行かれてる可能性もあるから。丸々そうか、なんでだろうって思いますけど、やっぱふとしたタイミングでこうスッと入ってくるんですかね。やっぱこう自分が思ってるような人生を歩めないところをこうさっとこう、しかもなんか僕らは最近なんとなくテレビ出るようになりますけど、うん、昔のがやっぱなんか大変そうじゃないですか、いろいろなんか稼働の時間も長いし、うんうん、なんかすっごい大変やったっぽいです、グラビアアイドルという仕事が。ああ、だからそんな中でやっぱそういう人が近寄ってきたなって言ってました。うん、危ないよね、ストレートに怖い話です。そう、一個ぐらいね、うん、あ、じゃあ1位、アインシュタインの川譲さんっていう人の、誰の話してんの。あのすごく貧乏だったって人。そうです、そうです、はいはいはい、で、すごいイケメンみたいな、イケメン、イケメン、綺麗な顔してるじゃん、結構怖がり、そうそうそう、うんうん、めちゃくちゃ面白い。あの人はだって年齢多分関根さんと同い年ぐらいめっちゃ下です。そんな言ってんの。美満症みたいな、もうほんまに美に気を使ってる人で、はい、京本政樹さんみたいな感じ。タメとかやったらぐらい。じゃあ年齢差があるの、あの2人は。年齢差あります、はい、稲田さんが今年23とかそれはちょっと言い過ぎですけど、でも結構上なんですよ、実はゆずるさんの方が。で、なんかほんま自分ルールっていうか、ほんまなんかね、ほんと女優さんみたいな人で、部屋とかもうなんかドライフラワーとか20本ぐらいなんかつらしてたり、前のお部屋で、前のお部屋とかで、僕ら2人ともなんか何回かご飯連れてったことある、はい、連れてもらったことあるんですけど、なんか俺らが2人とも行った焼肉屋はなんかもう真っ暗で、とにかく暗ければ暗いほどいいと思ってて、店ってあると、もう暗い店で焼肉連れてかれて、でもう一回もケツを椅子につけんままこの体勢でずっと焼いてくれて、もう全部肉もこう6人の皿にこう取り分けて、で飲み物も全部こう作ってみたいな、もう全部こうおもてなしの精神が半端ないというか、お家も飲ませてもらった時も、もともとバーテンダーやられてたんで、
もう氷もあのでっかいのが削るんですよ。そうなの。でもうあのハイボールみたいなのをもう自分がこう絶妙な割合で作ってくれて、もうその時も後輩全部で 4,5 人くらいいたんですけど、もうゆずるさんもう一回もソファに座ることなんかほぼ、全部前おかわりガーッて全部作って、でなんか2軒目行きますとかなった時も、俺らが止めたタクシーは乗ったらダメなんですよ。もうゆずるさんが呼んだタクシーしか乗らない。あ、そうな。で基本的に全部ジャンボタクシー2人だろうかね。へえ。そんでゆずるさんがなんかとんでもない現場みたいな話しますか。でゆずるさんは本当に後輩思い で、うん、でめっちゃ俺らはおもろいし、うん、はい、いじれるし、うん、そうなんか変な人やし、うん、めっちゃ好きな先輩なんです、うん、である時僕とあの大宅双子漫才大宅の大さんとあのキングオブコント決勝行ったネルソンズの青山さんで、うん、ゆずるさんのお家で飲ましてもらったんですけど、うんうん、ネルソンズの青山さんが渋谷無限大ホールっていう若手の劇場のリーダーみたいな、うん、そのリーダーって言っても結構半ばノリというか、あ結構こう別に本当のリーダーとかないんで、うん、なんかリーダーって言ってれば面白いだろみたいなノリでやらされ半ばやらされてるのがリーダーなんですけど、でリーダーやってんだよな今つって、そうなんですよみたいな、でもまあまあまあリーダーつまれですけどみたいな言ったら、やっぱゆずるさんはなんか大阪で結構やっぱ劇場を支えてきた人だ、劇場番長やったんですよ。東京出てこられますけど、東京出てくる前も本当劇場のそれこそ大阪の劇場のリーダーやったんで、あそうなんだ、いやもっとそうした方がええんちゃうみたいな、うん、リーダーやったらみたいな、いやでも、まあ、まあそうは言ってもまあそうなんですけどね、いやいやもうこうした方がええよみたいな感じで、熱くなってきてバーってヒートアップして、いやお前さっきからお前ちゃんと話しちゃうバーッで死んだよね。で青山さんがそれで全治4ヶ月か青山ってあの複雑骨折、レスリング強かったやつ、そうですそうです、あの背の高い顔面複雑骨折、うん、そうですよ、ああああでまだ記憶が戻ってないまだ意識不明の重体だよな青山さん、確かに、うん、まだちょっと顎が本調子じゃないから、ほらキングオブコントで決勝でマジで何言ってるか分かんない口がもう回ってなくて、一個ありましたよね、なんかあの、うん、ニューヨークのなんちゃらなんちゃらの企業、なんか事業やってますみたいなところ、何言ってるか分かんない、そうあれゆずるさんにパチーかれてるのがまだ変わってないんですよ、ま、熱いなぁ、熱いんですよ、熱いなぁ、で多分脳も変なことになってるから、あの指は10秒ぐらい出たんですよ、で、あれゆずるさんのでもあの指輪の間さ、彼が繋いでたよな、あの和田まんじゅうさんが繋いでた、ね、そうまんじゅうくんがあれもだから、ま、ゆずるさんの愛のおかげというか、あマジで誇張なしでどれぐらい強さこれがマジで誇張せんといて、誇張しないそれほんま怒られるとゆずるさん自分の手でやってみたいな、さっきからお前ちゃんと話聞いとんのかも。結構だな。結構だ。まああの人はでもさ、青山くんはさ、あのレスリングで首鍛えてっから。まだな。そうですね。まだ首太い。そう太いから。はい。ああだからまあ常人よりは全然。そう大丈夫だと思います。ああこれがベスト3ですかね。ほんまに同じランキングかこれこの3人。全然種類ちゃう3人。ねえ。今日ニューヨークのお二人でした。どうも。ありがとうございました。